子総合病院は福島県郡山市にある医療機関、公益財団法人母子総合病院が運営する病院である。医療機関コードは0311671、地域医療支援病院の承認を受けている。運営母体としての公益財団法人母子総合病院は、指定管理者として、三春町立三春病院及び三春町経老園の業務を行っている。 かつては、郡山市大町2丁目に病院があったが、建物の老朽化が進んでいたため2011年1月に新築移転の認可が行われた。しかしその後、同年3月11日の東北地方太平洋沖地震で建物が大きく被災している。2019年には、令和元年東日本台風による大瀬川の氾濫で浸水被害を受け、 約25億円の損害が発生した。コンピュータ断層設営装置や磁器、共鳴画像装置などの高額な装置が水に浸かったことが響いたとされている。福島県郡山市の JR 郡山駅に近い、大町2丁目にある日本通運郡山支店が移転する方針を決め、跡地の借り手として、南隣に廃止した病院を持つ星総合病院が名乗りを上げていることが判明。 仮手企業が決まれば、長年の懸案だった、駅北西部の旧星総合病院一帯の再開発が動き出す、可能性が高いとされている。ありがとうございます。